どうも、エルザです。それでは、原神やっていきたいと思いまーす。あ、メインソリだね。木漏れ日茶屋に行かないとね。まあ、してやったりって感じだろうね。あっちからするとね。稲妻城、一番上っぽいね。稲妻のこれは綺麗だね。こっち？ああ、こっちか。招待状にある住所はここみたいだな。一般の客は招いておりません。お帰りください。だ、ちょっと待ってくれ。オイラたち一般の客じゃなくて、海外から密航してこちらに亡命してきた特殊な客ですね。その格好を見ればわかります。そんなこともわかるのか。って違う、オイラたちはそんなんじゃ。招待状を見て。社奉行の印象、トーマさんですか。お二方は普通の身分ではないようですね。では社奉行の小さな保有地木漏れ茶屋へようこそ。結構厳しいんだね、外国の人、外の人に対してはね。やっと着いた。トーマは？トーマはどこだ？あれ？トーマのやつ、まさか約束を破ったのか？約束を破るだなんてひどいな。君たちこそ、俺のことを忘れてたじゃないか。驚くことはない。俺のこの状態を見るのは初めてだったかな。トーマって犬？まあ犬みたいなもんだけどね。人間のトーマはどこに？うん、リーユエではこのようなものを見たことはなかったのか。そうか、オイラなんか分かった気がするぞ。でもこれ完全に犬だよ。もう冗談はここまでにしよう。おい、お前ってやつはなんでいつもこうなんだ。離島の時も茶屋の時も君たちを待つ時間がとてつもなく長くてね。こんな特殊な待ち合わせ方法を考えたのさ。でもやはり二人には俺からのきちんとした謝罪を受け取ってほしい。これまでの数々の試練は必要な形式だったんだ。すべては君たちをお嬢のところまで連れて行き、俺たちの来航に立ち向かえる仲間になれるかどうかを見極めるためのね。真面目な顔になったからってオイラたちが許すと思うなよ。やりすぎたかな。悪い悪い。じゃあ試練の結果は？君は最初から規則なんかにとらわれるような人じゃないだろ。君の意志は揺らぐことがなく、屈服することもない。はるか昔、俺もそんな仲間を一人持っていた。しかし、来航が下され。前に午前試合なかった。ああ、そういうことね。カズハのやつは、友達のことなのかな。これか。君たちも、彼のことを知っているとは。どうやら彼の光はかすかなものなんかじゃなかったみたいだ。もうシロサギの姫君に会える？もちろんさ、社奉行所の神里府まで連れて行ってあげるよ。だがその前にもう一つ二人には来てほしい場所があるんだ。あ、どこだ？鳴神島に住んでいる限り無視することのできない建設中の巨大な千住百目神像だよ。なんか物騒な名前だったね。ハローマル。ワン。まあ、まあまあ、そうだよね。ワンだよね。いい子だね。なでなで。かわいいねー。タローマル。やっぱしな。
オニカブトムシ、誰かの食料なんか、確かにね、オニカブトムシよく出るんだよね。いいね。組み合わせがちょっとあれだけどね。やはり昔の本の方が面白かったわい。待って。結構上だね。この辺りなんかじっくり探索はしたいね。動物の親友。ん？まあ後回しでもいいか。じゃあメイン行こう行こう。あれは一応桜のつもりなんだろうね、これね。もう桜の色というよりかは、結構稲妻の色に似てるような感じはするけどね。おー、でかい。いや、こっちだね。困ったなぁ、こんにちは。何か用？たまじについて。坊ちゃんに何か。ひいらき、ちさつさんからの手紙。これは？だけど、もしこの手紙が本当にちさつさんだとしたら、やはりかまじ坊ちゃんに聞いてみてくれ。最近よく橋の方で散歩してる。入れてくれるの？ちょっとサブクエやってしまったけど。これ一回途中で止めよう。手紙について。ひいらぎさんのために届けに来たのか。やはり彼女だ。よかった、届けに来てくれてありがとう、旅人。ひいらぎさんの旅なら通行所の件しっかり手配しておくよ。だけど少し準備する必要がある。こうしよう、君は先に湖南旅亭に行って僕を待ってて。どうしてそこに。はあ、贈り物としてね。どうやって届けようか考えたときに決めやってきたんだ。贈り物を届けるだけなの。お父さん厳しいの。お父さんは確かに厳しい。だけど僕に柊さんに連絡してほしくない気持ちも理解できる。僕は九十家の一族で天領奉行の執行者の一人なんだから。そして柊さん勘定奉行、柊家の令嬢。僕たちの関係が親密になると他の者に言いがかりをつけられるかもしれない。確かにただの贈り物だけど、一部の人って簡単なものじゃないんだよ。こんな込み入ったことを話してても意味なかったね。先に湖南旅亭に行って、僕を待ってて、僕は通行所を手配してくるか。じゃあちょっと先に手配書はね、いろいろやってて面倒なとこがあったんで、ちょっと旅亭に、料亭に行くまではやって、神里のところ行こうか。料亭着いたね。というか普通にお店だね。こんにちは、湖南料亭ようこそ。かまじが予約したお菓子について。はいはい、今あったっすね。これを誰に届けようとしてるんだろう。当家の間にやりとりだよ、湖南さん。柊木篠介が父に良質な茶を届けてくれたんだ。レジャール千里さんがお菓子は鉱山してたから、お礼としてこれを届けるようにって。ただけど、届けるまで時間かかりすぎたり、途中で崩れたりするのが心配だったから、この旅人さんにお願いして届けてもらうことにしたんだ。
はあはあ、見落としがないか確認したいから。揃ってる。ありがとう、コナンさん。さあ、旅人を邪魔にならないよう移動して、それともう一つ話したいことが。これが通行しだよ。これで、やっと、楽になるね。順調に行くと思う。この手紙。直筆の手紙。一番まともに書いたものを選んだ。ヒイラギさんは気を悪くしないといいんだけど。この通行書があれば自由に出入りできるよ。じゃあ、タビブさん、この後は頼んだよ。じゃあ、行きますか。ついでだし。通行書ゲットしたんで、タブ。終わるかな。さあ、戻ってきた。あ、いるね。帰りなさい、旅人さん。手に入れた、ありがとう。手紙と。三色団子ってそんな高級なんだ。私のためにこんなものを用意してくれるなんて。まあしかもカッチカチになるだろうしね、時間経つとね。今後もお世話になりますと。まあ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 。これで通行証もらって、一番面倒だったのが、戻されるのよ。画面を。誕生日用のところからちょっと泳いで出ようとかすると戻されるんで、結構ね、サブクエだったりとか、探索するとき大変だったのか。それはこれで助かる。そしたら、三つの願い。いたいたいた。この心臓の周り、なんか殺伐とした雰囲気が漂ってるぞ。普通の人はこんなとこ近寄りもしないだろう。あれ、よく見ると上にはめてあるのは神の目。神の目、メガリレーで押収した神の目をこの心臓にはめ込んでるのか。やはりもうメガリレーのことは聞いているんだね。将軍はどうしてメガリレーを。君たちも知っての通り、モンドは自由の国、リーユエは契約の国、そして稲妻は永遠の国なんだ。ライデン将軍は稲妻の統治者であり、稲妻の神でもある。幾千年も変わらない永遠こそこの国を司る彼女の意志なんだ。そのため三奉行によって国政を固め、鎖国令で人員の流動を阻止する。稲妻をそのように静止した状態にし、時間という流れから逸脱させ、稲妻を不変のまま永遠までたどり着かせる。それが将軍の考えだ。神にも自分たちの考えがあるんだな。もちろんこれは俺自身の見解だけどね。最近行われているメガリレーの理由については、もしかしたら将軍は神の目が人々に変革の力をもたらすと思っているのかもしれない。そのような不安定な存在は将軍の思う永遠にふさわしくないのだろう。だからライデン将軍は天領奉行の部下たちに神の目を集めさせ、この心臓にそれらを一つ一つはめ込んだ。この千住百目心臓は稲妻の永遠の象徴とも言えるだろう。なんかライデン将軍ってちょっとわがままじゃないか。君たちみたいな異教人くらいだろうね。そんな風にライデン将軍を批判できるのは。だが俺もそう思うよ。メガリレーはあってはならないものだ。お嬢はメガリレーが出されたその日から抵抗する決心をした。
あれ、どうしたんだ、そんな顔して。さっきのは何の音？音？俺は聞こえなかったけど、何か起きたのか？心臓に触ったんだよな。何かあったのか？他の人の願いを聞いた。願い？ふん。確かにそれは、ある言い伝えを裏付けることになるね。聞いたことはあるかな？人の願いが一定の強さに達したとき、神の視線がそのものに降り注ぐ。それが神の目の由来なんだ。言い換えれば、神の目はそのものの願いを代表している。もし君が言ったことが本当であれば、どうやら人々の願いは俺が思っていたよりも根強いものだったようだ。神の目が象徴するのは力じゃなくて願い。でも確かに力のイメージ強いんだけどね。ここはちょっと特殊な気がする。さあ、鳴神島のお客人がだ。そろそろ次の場所、神里府へ向かおうか。やっと行けるのか。あー、こっから700。700ですか。あー、結構離れてるね。じゃあ近場まで。行きますか。じゃあちょっと急いで行ってきまーす。はい、ということで近くまで来ました。でね、あそこのタヌキがね、なんかいるのよ。ちょっと触ったりしておこうかな。消えた。消えたね。何だったんだろうね。さあ、神里屋敷。お嬢様の安全は俺が守る。このあたりワープポイントあるような感じ。あったあったあった。よし、これで OK。 入ろう入ろう。あー、すーごいね。あー、これはすごいわ。やっぱ綺麗だねー。あー、こっちだね。これが稲妻の両家の屋敷なのか？なんか思ってたほどそうでもないような。まあ軍玉閣とかね、暁合にいろいろ見てきたからね。まあその文化のいいとこだからね。神里府へようこそ、お客人方。お嬢がお二人をお待ちしておりますよ。お前がずっと言ってた白鷺の姫君だよな。どこにいるんだ？屏風の後ろ？シャブ業の御霊場はいつもこうして客人と接しているんだ。100年も続いているシャブ業の習わしだ。許してやってくれ。なんかがっかり。なんとなく理解できる。まあ高貴な白鷺の姫君だからな。海を渡り長旅で疲れていることでしょう。ここへ来てもこのような形でしか会うことができず、本当に申し訳ございません。お二方の到着をずっと楽しみにしていました。トーマからの報告で、お二方に形勢を変えるほどの力があることも確認しております。昨今の稲妻ではメガリレーの遂行により人々の願いが次々と踏みにじられています。シャブ業は将軍様に仕えているとはいえ、職務上人々と最も近い立場でもあります。もともと武業の権力は民の信頼から来るもの。このような状況を見て見ぬふりをしていては安心して眠ることすらできません。
旅人さん、どうかあなたの力を私たちにお貸しください。私たちならでき、私たちならばきっと。そうなんだよね。こっちの願いも知ってるはずなんだけどね。なかなかそこが噛み合わないね。私は雷電将軍に会いに来ただけ。言ったでしょう、お嬢。そのやり方じゃダメだって。もう帰るよ。あ、少々お待ちを。どうか。お待ちください。どうしたの？あなたを将軍様のところへ導くことを約束します。その代わり、私の三つの願いを叶える手伝いをしてください。どんな願いなんだ？三人の神の目を失った方々にまつわることです。彼らにお会いすれば、あなたもきっと。神の目を失った三人の大まかな状況を聞いた。村を守る武人、過去にメガリレーを執行していた武士、それと天下一を目指す剣術家。これで合ってるか？はい。その者たちをできる限り助けてあげてください。私はここであなた方の帰りをお待ちしております。いいね。めんどくさいとか、この選択は。なんかいい感じの幅が広がったね。まあでも、約束するよ。では、お願いします。頑張ってくれよ、みんな。いない。あー、見れるかなと思ったんだけどなー。なんかこの色のイメージは確かにある。図鑑になるものゲット。神里綾か。あー、刀系の武器欲しいよね。星4でもいいからさ、出てほしいな、ガチャで。刀っていうだけで響きがね。いやー、日本人としてはめちゃくちゃそそるところがあるからね。そっか、でもやっぱ形式バッてるのはこう日本っぽい文化のところがあるよね。良くも悪くもね。まあ、稲妻はほんとよくできたなぁと思う。まあ、世界観がやっぱ作り込むからそれだけ時間かかるよね、開発もね。さあ、調べに行くということなんで、ちょっと時間的にもいいんで、今回ここまでにしましょうか。で、次回は、無意味に待つことの意味とか、こうあるんで、多分3つね、クエストをこなさないといけないとなると、多分ね、どこそこ行くんじゃないかな、この島の中。と思うんで、今回ここまでにしたいと思います。ということで、ここでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価などしていただけると、ですね、なので応援していただけると励みになりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。